予報センターから最新の台風情報をお伝えいたします。現在日本の南の海上に台風10号が発生していますが、現在の雲の様子なども見ていきましょう。まずこちら衛星画像の赤外画像となっています。5時時点での雲の様子となっていますが、日本の南の海上にはっきりと映っている大きな雲の塊、こちらが台風10号の雲となっています。中心付近にはしっかりと目が見えており、かなり発達した様子がこちらで見てわかるかと思われます。この先の台風の動向についてはこちらを見ていきましょう。台風チャンネルとなっています。3時時点の最新の情報となっていますが、現在の位置は南大東島の東約 450km の海上、中心付近の気圧は945ヘクトパスカル、非常に強い台風となっています。最大風速が中心付近で45メートル、瞬間の風速最大ですと60メートル、かなり強いような台風となっていますが、明日になっていきますと銚子市の南東の海上で向きを変えて北北東に進み、3時になりますとこちら北北西の方向に進んでいくため日本海に抜ける予想になっています。このためこの台風10号関東東北に最接近上陸する恐れというものが出てきております。かなりこの台風強風の影響してくる範囲というものがかなり広いということもありまして、関東東北北海道のエリア風雨ともに注意が必要となっていきそうです。特に平日ということもありますので、交通への影響などには十分に注意をしてください。また非常に風が強まるところが多くなりますので、風への対策また雨への対策も忘れないようにしていただければと思います。早めに対策をしてください。そしてこの台風の進路につきましてはまだ少しブレ幅などもありますので、最新の情報を確認するようにしていただければと思います。以上、予報センターから最新の台風情報をお伝えいたしました。